サボってていいんですか？客がいないからな。捜査協力の依頼です。甲賀には必ず罪を償わせます。唐獅子の持っていたある名簿のデータです。名簿？その方と甲賀の里の関係性について教えてもらえませんか？じゃあ。一時さん、またお会いしましょう。じゃあまた。なんだよ。一時、降雪に合わせる。降雪！押しておかないと、隙を見て自害しようとする。もう一度話せ。何があったか。頭の中で鈴が鳴った。気がついたら血だらけで。殺して、もう生きる意味がない。お前に何が起こったか分かった。最初に一時を殺そうとした椿里美。甲賀は人の脳にマイクロチップを埋め込んでコントロールする技術を開発していた。そいつの頭にもチップが埋め込まれていた。それが私にも。でもどうして降雪に。要するに自覚のないスパイを作ってたってことだ。降雪、お前は鬼道の娘だ。そんな。いつから知ってたの？チップの情報は唐獅子が安忍の中に隠していた。知りようがなかった。おじさん、降雪は操られてたってことだろ。私のせい。違う、降雪は悪くない。ユミカさんを。降雪、俺はずっとお前を見てきた。だからわかる。お前がやったのならあの傷にはならない。お前は最後までユミカさんを守ろうとしたんだよ。裏切り者は。